1> 今月1日に20歳の誕生日を迎えられた天皇皇后両陛下の長女愛子さまの成年の祝賀行事が皇居で行われ先ほど岸田総理ら三権の長などからお祝いの挨拶を受けられました愛子さまは午前に皇室の祖先などを祀る皇居の宮中三殿を参拝し成年皇族の仲間入りをしたことを報告されました その後、宮殿で天皇陛下より女性皇族に贈られる最高位の勲章・奉還大綬章が授与されました。午後にはローブデコルテと呼ばれるドレスを着用し、おばにあたる黒田紗子さんから借りたティアラや勲章をつけて天皇皇后両陛下に挨拶されました。 また、祖父母である上皇ご夫妻のお住まいを訪ねて、成年となった報告をされましたその後、宮殿に戻り、両陛下や秋篠宮さまなどの皇族方や、岸田総理をはじめとする三権の長などから、お祝いの挨拶を受けられました皇族の成年行事が行われるのは、秋篠宮家の次女、佳子さま以来、7年ぶりです。